かわいい、やぎさん。村山和子。一、かわいい、やぎさん。は、お年が、8つ、になったの。お母さん、に、連れられて、学校へ行ったのよ。動物学校。 えね。に、かわいいヤギさんはおひげが生えてたの。それを見てみんなが笑ったのよ。ヤギさんはとても恥ずかしかったわ。 さん、お友達のお猫さんが、あさみで、切りなさい、と、言ったの。ヤギさんは、おひげを、貯金、と、切ったの。お机の、影でね。 四、ひげなしになって、おうちへ帰ってきたら、お母さんは驚いて、ヤギさんを叱ったけど、ヤギさんは平気な顔よ。5 お母さんは手紙を出したの。親類中のヤギさんたちへ大事件すぐに来てください。とね。みんな驚いてとことこ走ってきたの。 ひげなしヤギさんを見てみんな怒るやら泣くやら大変な騒ぎになったの。でもどうしてよいやらため息をつくばかり。七 お母さんは仕方なくみんなからおひげをね三本ずつもらったのそれを糸で縛ってねヤギさんの顎へつけたの八とても その格好が悪いのでみんな大笑いしてね。おひげが生えるまでほっとくことになったの。ヤギさんはとても恥ずかしい。 買ったのよ。